今回のドラマに登場する株杉の森にやってきました。私たちが知っている杉とは違って、大きな株から幹が幾重にも分かれた不思議な形をしています。まるで屋久島の屋久杉のようです。樹齢400年も500年とも言われていて、これだけの株杉が群生しているのは日本でもおそらくここだけだろうと言われている神秘的なスポットです。